ジャンク TV プレーボール。どうも、今週もジャンクのザギマネです、今週のプレゼンターをまたを、任されてしまいました、なんとですね、前回ベースボール5のユニフォームご紹介しましたが、野球用のユニフォームを新調しちゃいました。来てますね、そして今日はですね、紅白戦の模様を、ご覧いただきたいと思います。もうすっごい試合、もうすごい試合になってるみたいですから、早速 VTR くるプレーボール行きます大事よ。打球が速いよ。うまい。ナイスボーティー。うまいうまい、ナイスプレー、ナイスプレー。はい、
やったわ。恥ずかしいやつ。はい、オッケー。やばい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 。
7対2で負けました。反省点は何であげますか？ケンタロウ、反省点ですか？やっぱうちの攻撃でいうと、スカートからランナー出しても最後1本出なかったっていうところが自分以外の反省相手が取りやすいような打球を打ってしまったってところがあれだったかな。練習しなきゃいけないなと思いました。やっぱタイムかけるタイミングってホームがいないから、そこのフィールディングの埋め合わせを考えとかないとちょっと難しいな、チームで作戦を考える。これも大事だね、細かいところ。満塁になると多分前に人が出るので守備がスカスカだから、満塁はもう捨てて1点は1個アウト取りに行くか。めちゃくちゃ楽じゃないですか、点取るの。確かに。あの回めちゃめちゃやられたの。めちゃめちゃにやられた。何すればいいか分かんなくなって。間がある、野球と一緒に間があるから、そこら辺で次のプレーを考えてる。まあ野球と一緒なのかな。また練習しましょう。はい。よっしゃ。こんにちは、ジャンクベースボールクラブです。ジャンクベースボールクラブでは野球以外にも様々な活動をいろいろしていますので、選手のみならずマネージャーで、その他スタッフで参加してくれる人を募集しています。こちらまで連絡してください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。